渋谷代表永山祐希です。ムーブ渋谷2ディレクターの佐本と申します。ムーブスタイリスト蓮沼祐介です。よろしくお願いします。ムーブのアシスタントの須田司です。美容エディターの桑名真理子です。それぞれのサロンさんの攻め同士そして守り同士、ね、率直にちょっと質問したいことをですね書いていただきたいなと思いますので好きなことぜひ聞いていただきたい。守り同士の方々から質問を守りだからこそみたいな、ね、僕ないんですよね。即答じゃないですか。そしてないんですよそれに関して、うん、けど分かんないです。僕の守りって世間から見たら攻めかもしれないんですよ、うんうんうん、ただここのこの界隈のフィールドだと多分一番守ってるのかなって思うんで、だからそこにいる時は別に攻めたくは全然気づかないで攻めてるみたいなところですかもしれないですかもしれないです。専属アシスタントの育て方というかそのお互いの成長の仕方なんか 僕が初めてこの2人ほどその専属のこう関係値が高いあのスタイリストアシスタント見たことなかったんで、確かにもう他の多分美容師とはちょっと違う技術力なんで、本当そこを一点をどれだけ追求するかみたいなっていうのが多分大事だったんで、ひたすら技術をもう覚えるじゃないですけど、同じパフォーマンスができる技術力っていうのをずっと考えて練習したりとかやってましたね。本当に技術が好きなお二人っていうところのねではありますが、一切妥協がないっていう師匠の元につくというか、そういうところの葛藤とかはないですね。あ、それはないんですね。もう全力でサポートするだけなんで僕は。かっこいいな。すごい安心感ありません？そういうありますね。僕でもぶっちゃけそんなこれといってなんか意識してしてることってないんで、なんか勝手にお互いが見て勝手にお互い成長してるっていう感じですかね。いい意味で参考にならなかったですね。聞いていいのか分かんないですけど独立、はいはいはい、独立計画、はいはい、その多分そのフリーランスの今美容師さんってすごい増えてるじゃないですか。でも独立したくてフリーランスになってる子たちも多いと思うんで、じゃあフリーランスになって2年のそのハッスルがじゃああとどれぐらいで独立できるところまでいけるのかって多分こう見てる人知りたいのかなって思いますし、でももう本当物件探し始めたのはそれこそもう1年前ぐらいから探し始めてまして、現在のそのムーブさんの社長さんにも今後独立するっていう旨を伝えていて、そのムーブの社長の方が独立するまでのその物件にかかった時間が大体1年ぐらいって言われたんですよ、はい、そんな見つからないんだと思って、じゃあちょっと早い間に動いとこうと思って1年探してるんですけどまだ見つかってないっていう感じです。結城さんにとっての今のログと今後のログっていうのはどういうふうに考えているのかなと思いまして、やっぱりこうモーサンドのログと渋谷のログでその知名度のジャンルが変わってきたんですよね。今の時代に合わせた店舗展開っていうのを考えたら、まあ、僕らはその技術のセミナーの講師だったりとかっていう外部の仕事もしてますし、その撮影だったりとかっていうのも、まあ取り組んでるので、地方というか、まあ、郊外のサロンさんに落とし込めていければ絶対的にお客様増えるんですよ。自信があるんです。9年間苦労して培ってきた元々いたスタイリストとか元々いた、まあそうですね、立ち上げメンバーだったりとかが構築してきたシステムを、ようやくこうローンチできるというか、いろんなオーナーさんとかにアプローチしていけるようになったんですよね。でそのシステムが構築されたのでようやく FC 展開を今話進んでるだけでも5店舗ぐらいあるんですよ。もう一番大きな目標は47都道府県にログを作ることっていう。のログさんにいらっしゃった時では想像がつかないお話でした、はい、そうですね。いやなんか一番切なかった時代というかコロナ禍になる寸前でみんな不安に煽られて、でお客さんもやっぱりこう1ヶ月の休業だったりとかのもありましたし、こっからどうなっていくんだろうなみたいなすごいこうガタついた
時だったんですよね。だからその2人が辞めたことに対しても、まあ、僕らはなんかこうどうしようもできなかったというか、なんかその時期に辞めたスタッフたちを救済できなかったんですよ。でその中でもやっぱこう地元に帰って美容師やって出るんですっていう子に対してお店を群馬で出してあげたりとか、なんかそういうのはできましたけど、そこまでこう大きなこう事業に着手するぐらいのまだ自分に余裕がなかったんで、会社自体にも余裕がなかったので、そういうビジョンを見せてあげれなかったっていうのも、まあ会社としてですけど後悔じゃないですけど、でも今こう辞めて今独立も考えてプラスになってることなので、まあそこは良かったなと思いますけど、ちょっと胸が熱くうちのログに入ってきて、新卒で入ってきて、でもやっぱりうまくいかない子たちの方がほとんどで、都内で美容師をやることに対して売り上げが伸びないとか、やっぱりこう先輩たちとのこう人間関係が合わないとか、でもログが好き、ログで居続けたい、ログっていう会社にあの携わり続けたいっていう子たちも多いはずなんで、そういう子たちがじゃあ地元に帰らなきゃいけないとか、親の関係で帰らなきゃいけなくなっちゃった、じゃあ東北にもログあるよとか、あの関西にもログあるよとかって言ってあげれれば、ログから離れなくて済むし、離れてるけど協力してあげれるんですよね。なんかそういうサポートが僕自身はあのしていくべきなのかなって思ったんで、まあ、実際今そのフランチャイズであの休みの日を使ってログを持つ参道からスタイリストで働きに行ってくれてる子もいますし、まあそうすることでいろんなこう将来の枝分かれを作ってあげれる、今ようやくそれがあのできてきたので、なんかそのね、相手の何その人生の道に対しての何ですかね、今日は店舗拡大っていうところがすごいかっこいいなと思いましたが、いかがですか、聞いてみて。永山さんないしログさんがね、いやもうスケールがちょっと違うんで現実、僕らは現実味がないですけど、1店舗目頑張って、まあ、伝えたい気持ちを書いていただくっていうところなんで、ちょっとそれをご記入いただいてキャッチボールしたいと思います。よいしょ。僕がもらった言葉はこれです。全力でサポートします。これからもよろしくお願いします。もうみんなでこう幸せになれる会社作りを、やっていくので、こちらこそよろしくお願いします。お店もログ自体もね、よくしていきたいので、それに少しでもサポートできるよと気持ちを込めて、これからもよろしくお願いします。僕のもらった言葉はこれです、高校のテニス部時代は群馬ベスト8だったけど、ログで全国目指そうです。どうせならね、全国制覇目指して一緒に頑張っていきましょう。お願いします。やっぱりこう高校時代からこう悔しい思いとかっていうのはもう共有してきた後輩なんで、全国が見れたらいいね、歴史を作れるよね、何の悔いもなく死んでいけるように本当に大げさな話、全国を一緒に目指していきたいなと思います。僕のもらった言葉はこれです。常に新しいものをくれる、そうですね、これからもこう飽きさせないようにというか常に先を行けるように精進していこうかなと思います。まあ、今もそうですけど、やっぱりこの環境を常にもらえるのはハッスーさんなので、まあ、全ての美容師のものをくれたのはやっぱハッスーさんだったが、この言葉が一番きましたね。僕のもらった言葉はこちらです。切磋琢磨、これからもよろしく、もっと一人前になれるようにっていう言葉かなと思ったので、まあ、これを言葉を胸に頑張りたいと思います。本当パートナーみたいなイメージなんで、まあ、お互いに高め合って、お互いに支え合ってっていう意味を込めて、お互いに頑張っていこうということでこの言葉を選びました。